こんにちは、セーラー義塾の岩田です。今日はドイツの30年戦争についてお話します。よろしくお願いします。この30年戦争ですけども、きっかけはここベーメンにカトリックのハプスブルク家の王様が来たことから始まります。前にやったんですけども、アウクスブルクの和議でこのドイツの宗教ですけども、その地域の宗教、カトリックかプロテスタントかっていうのは、その領主のその宗派によって決めるというルールがありました。で、ベーメンっていうのは、これも前にやったんですけども、フス戦争の時にもやりましたけども、そのフスをその支援したように、どっちかっていうとプロテスタント側なんですよね。で、実際この今回このハプスブルク家の王様が来るまでは、このベーメンっていうのはこのプロテスタント側だったんです。でもそこに新しくハプスブルク家の王様が来て、当然カトリックなので住民に対してカトリックにしろっていうふうに強制するわけですよね。で、そこで揉めましたということで戦争が始まります。で、その戦争にこのファルツ公も参加します。で、ファルツ公っていうのはカルバン派ですということで、このベーメンの住民とファルツ公がこの皇帝軍、カトリックである皇帝軍と戦うことになりました。これがベーメンファルツ戦争です。で、これは結果的には皇帝軍が勝ちましたということで、一件落着するかと思ったんですけども、次に来たのがデンマークです。で、なんでここに来るかって言ったら、簡単に言ったら領土を少しでも広げたいというデンマークの、まあ、野望ですよね。で、デンマークはこの新京都側をについてこのハプスブルク家と戦争しますよと。で、この時に大活躍したのがこの皇帝軍の傭兵ですね、バレンシュタインです。彼が大活躍したことによりこの皇帝軍が勝ちます。そしたら次、さらに今度スウェーデンが入ってきます。で、スウェーデンも同様にこの新京都側の応援だという名目で、実際にはこのドイツの領土を取ろうとして戦争に入ってきました。で、このスウェーデンの王様グスタフ・アドルフと、彼が大活躍します。で、彼はこのバレンシュタインにも勝つんですけども、その戦いで彼自身は死んじゃいますよという結果になります。で、その後さらにこのスウェーデンはフランスの援助を得て戦争を続けますよと。で、ここで一つポイントなんですけども、フランスというのはそもそもカトリックなので、本当なら宗教戦争という面であれば絶対このハプスブルク家を応援するわけなんですよね。けど、これフランスの時にも話しましたけども、フランスとドイツってずっと仲悪いん で、フランスとしてはここでハプスブルク家を倒そうと、ダメージを与えようということで、新教側、スウェーデン側につきましたということです。これがこのスウェーデン・フランス戦争です。で、この4段階の戦争を経て、結局、まあ、ちょっとまあ戦争続きまくっちゃって、うまくまあ決着はつかなかったんですけども、もうそろそろじゃあやめようかという話になって結ばれたのがウェストファリア条約です。ちなみにこのバレンシュタインというこの傭兵、すごく有名なんですけども、彼すごく有能すぎて、結果的にはこの自分の雇い主である皇帝に殺されちゃうんですよね。それがちょっとこの皇帝軍が負けた一つの要因とも言われています。それでこの戦争の後にこのウェストファリア条約を結ばれたんですけども、まあ、ウェストファリア条約っていうのはこの世界で初 その国際的条約だと、多数の国が参加した条約とも言われています。で、内容ですけども、まず2つ、このスウェーデン・フランス戦争ありますけども、有利に進めたフランスとか、まあ、スウェーデンというのは領土を獲得します。フランスはアルザス・ロレーヌ地方を、まあ、獲得して、で、スウェーデンはバルト海の沿岸とかっていうのをもらいます。で、ここの領土をスウェーデンが確保したことにより、前にやったハンザ同盟は海への出口を失い衰退に向かいます。で、さらに次の要項として、このドイツ国内のカルバン派が認められました。で、さらにこの戦争で以前から、まあ、オランダとかで独立戦争をやってるんですけども、まあ、スイスとオランダも国際的に独立を認められました。これがまあこのウェストファリア条約です。それで最後の内容ですけども、これもすごく大きい内容なんですけども、帝国領内、要するにドイツですね、ドイツ領内のこの領邦、各貴族とかの諸侯とかの領土ですね、の完全な主権の確立ということなんで、この当時この神聖ローマ帝国の中には約300 の、まあ、その国というか都市国家みたいなのがあったんですけども、もうそれぞれが独立国として認めますよという内容です。だから逆に言ったら完全にもう
ドイツという一つの国が崩壊ですよね。300年分裂したって感じです。それがこの神聖ローマ帝国の有名無実化という内容になっています。ここまでが30年戦争になります。今日はここまでにしておきます。どうもありがとうございました。